イギリス軍。イギリス軍は、イギリスの保有する軍隊。公式文章で、Armed Forces of the Crown, A. Armed Forces of the Crown とされるが、一般的に、イギリス軍 A. British Armed Forces, または、国王、女王陛下の軍、国王、女王陛下の軍 A. His, Her Majesty, S. Armed Forces と表記される。イギリス、その海外地域、および、 イギリスの王室属領の防衛を担当する軍事組織でイギリスのより広い利益を促進し国際的なのための努力を支持し人道援助を提供する。現在のイギリスに続く1707年のグレートブリテン連合国の成立以来、イギリス軍は7年戦争、ナポレオン戦争、クリミア戦争、第一次世界大戦。 第二次世界大戦など世界の列強が関わる多くの主要な戦争での戦闘を経験した。イギリスは紛争に繰り返して勝利したことで世界有数の軍事及び経済大国の地位を確立した。今日のイギリス軍は75の船の艦隊を所有する外洋海軍であるイギリス海軍及び非常に特殊な水陸両用系浮評から構成される。 イギリス海兵隊、主要な陸戦部隊であるイギリス陸軍、固定翼と回転式航空機の両方で構成される多様な運用艦隊を持ち技術的に洗練された空軍であるイギリス空軍により構成されている。イギリス軍は常備軍、士官兵補充部隊及びを有する。軍の構成員が中世を宣誓するは、イギリスの君主で現在は女王エリザベス2世である。 名目上であり、国王体験は、首相内市内閣の助言に従い行使されるため、事実上の総指揮権は首相にある。イギリスの議会は、権利の焦点の定めに従い、少なくとも5年に1回ごとにを可決して、イギリス軍の存続を承認している。他の海軍、空軍、海兵隊など、他のすべての軍部隊はこの法律の定めにない。イギリス軍は、国防大臣が率いる。 国防省のによって管理される。イギリスは承認された核保有国5カ国の一つで国際連合安全保障理事会、国連安保理の常任理事国と NATO 軍事同盟の創設国でありリード国でもあり、5カ国防衛取り決めに関わる。海外の駐屯地や施設はアセンション島、バーレーン、バミューダ、イギリス領インド洋地域、ブルネー、カナダ、キプロス、 フォークランド諸島、ドイツ、ケニア、モントセラとネバール、カタール、シンガポール及びアメリカ合衆国で管理されている。イギリスの軍事は歴史が長く、特に17世紀から複雑で世界史に大きな影響を与えた。世界の人口のうち4分の1がイギリス帝国の臣民で陸地の総面積も4分の1を領有した。現在まで続くイギリス軍は 1707年に、グレートブリテン連合王国の軍隊として、イングランド軍とスコットランド軍の合併によって、形作られた。イギリス人が参戦した重要な戦いは、18世紀から19世紀前期にかけて起きた、ナポレオン戦争と7年戦争、19世紀中期のアヘン戦争、アロー戦争、クリミア戦争、20世紀の第一次世界大戦。 第二次世界大戦があった。イギリス軍は第二次世界大戦の終結後も活発な活動を続け、北アイルランド、キプロス、ドイツ、ジブラルタル、ブルネー、フォークランド諸島など世界中の基地を維持し続けた。1940年から存続した海軍省、陸軍省、航空省は1964年に現在の国防管理機構である、 国防省が役割を引き継ぐ形で置き換えられた。第二次世界大戦の終結後、経済的、そして政治的な低迷により、世界的な役割の縮小として反映された。それは、1956年のスエズ戦争間に生じた政治的敗北によって表面化した。1957年の防衛白書では、徴兵の廃止と1962年までに、 イギリス軍の規模を69万名から37万5千名にまで縮小することが決められた。政府は自民縮小後も従来の軍事力に変わるものとして核抑止力のドクトリンを見出した。まず最初にイギリス空軍による自由落下爆弾式核爆弾の装備が始まったが、最終的に潜水艦発射弾道ミサイルで代替された。 イギリス軍は治安や安全保障といった観点から恒久的に配備を続けていたスエズの東をアメリカ合衆国による保障が形成されるに従って経済的理由により1960年代から段階的な撤回のプロセスが行われた。1970年代の中期までにアデン、バーレーン、オマーン、シャールジャ、モーリシャス、マレーシア、 シンガポールから撤退が完了した。1975年に南アフリカ、1979年にマルタとの協定の期限が切れ、現在まで維持しているブルネイや1997年に撤退した香港は、エズの東に存続したが、適度な削減が行われた。1985年までに72,929名がヨーロッパに配置されたように、駆使力は、 ヨーロッパの NATO に委託された。イギリス陸軍ライン軍団とは、イギリス軍の中で最も大規模で、かつ最も重要な海外派遣を象徴した。東、大西洋と北海においては、ソビエト連邦の潜水艦に対処することが求められ、海軍の艦隊は、対戦戦の専門家が行われた。このプロセスで、4隻の通常航空母艦と2隻の コマンド輸送艦が1967年から1984年にかけて廃棄された。そういった NATO への注力に対する関心が増加する。一方で、1962年に起きたインドネシア・マレーシア紛争では援助を必要とし、1970年代に北アイルランド問題やオマーンのクーデターといった低強度紛争がイギリス軍の主要任務への懸念とな、 イギリスは先進的技術を持つ、非常に強力な包括的軍事力を世界中に配備している。国防省の公開している。データによると、イギリス軍の部隊数は世界で28番目であるのに対し、イギリスの軍事費は世界で2位となっており、高額など軍事科学の分野に多くの資金が投じられている。しかし、それらによって獲得したイギリス軍の幅広い能力に。 反死、近年の国防政策では、いかなる規模の活動であろうと、諸国連合軍や他国籍軍の一部として従事するという想定が方針化ている。実際にも、戦後のイギリスが単独で言った大規模な作戦行動は、自国の領土が直接侵攻を受けたことで改戦した1982年のフォークランド紛争くらいのものである。ボスニア戦争、コソボ戦争、 アフガニスタン侵攻、イラク戦争など、連合軍での作戦行動がほとんど慣例となりつつ、ある。防衛政策も1998年に国防戦略見直しを発表し、この計画に基づいた戦力の保持を行っている。海外展開能力の強化や即応性の向上などに注力し、量的な軍隊からコンパクトで、機能的な軍隊への転換と保持に努めるようになっており、 一つの大規模作戦と二つの中規模作戦への参加を時に行える程度の能力を目標として整備された。総国防支出も、冷戦終了直後の対 GDP、国内総生産比率4.4%と比較して、現在は2.2%程度の形状に現じている。イギリス陸軍の正規軍は、 訓練兵を含め2018年の時点で8万1500名の戦力を有し、予備隊である国防義勇軍が2万7000名を数える。陸軍の中心となっている部隊は50個の大隊で17個の連隊に編成されている。ほとんどの不評連隊が正規兵からなる大隊と国防義勇兵からなる大隊を含んでいる。現代の不には多様な役割があるが、 主に空中強襲兵、機械化不評、系不評の四つが挙げられる。連隊と大隊は陸軍の師団や旅団に必ず存在し、管理、または戦術体系として機能している。冷戦時における気候戦を想定した戦力構成からイギリス陸軍は2003年に発表された世界変動に安全保障提供とそれ以降の次世代軍構成を受け、 リストラ計画を進めている。イギリス王立海軍は、水上艦隊、艦隊航空隊と海兵隊、補助艦隊などの予備艦隊で構成されている。2007年の時点で、88隻からなる艦隊が、イギリス海軍によって運用されており、補助艦隊の23隻がこれを支援している。イギリス海軍は、アメリカ海軍やフランス海軍、日本の海上自衛隊と肩を並べる。 世界的な展開能力を持つ外洋海軍の一つに数えられる。国防戦略見直しによって、現在はディーゼルエレクトリック式機関を有する沿岸型潜水艦が退役し、戦略型原子力潜水艦など原子力推進で統一されおり、イギリス海軍のヴァンガード級原子力潜水艦は、イギリスの核抑止力という責務を負っている。 イギリス王立空軍には多様な役割に対応できる作戦可能な航空隊がある。国務大臣、アダム・イングラムが作成した庶民員による回答では2006年時においてイギリス空軍は全機種を合わせ約1046機の航空機を装備している。人員は48,700名を数えるが、イギリス空軍も縮小計画を進行しているため、 2008年には4万1440名まで減少する見込みである。航空軍団には戦闘、支援、管理の機能別に3個の飛行集団が編成されている。他にもフォークランド諸島等に独立飛行班が配備されている。憲兵の役割を任ぜられる空軍警察などの地上部隊もイギリス空軍は保有している。しかし、基地などの施設防衛は 陸軍のイギリス砲兵が引き継ぎ削減される予定である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。